けれたけれ心を殺すことある。今回の動画は株式会社ギバーズあきさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残雪も降る時を知りふざけ すいません。あ、いや全然大丈夫です。初めまして。お願いします。初めまして、三谷と申します。じゃあここでいいですか。もう撮る。そうそう、いつも回しな、もう出会いから回してるっていう感じなんですけど。いいですか。ごめんなさい。直してる。あ、いいです全然。あ、マネージャーさんですか。あ、マネージャー兼うちのシンガーで、はい、マネージャーと秘書なんです。あ、秘書さんなんですね。はい、へえ。すいませんね、こんななんか変なところでっていうか、いつも、もう本当みんな誰から構わずこういうところで撮っちゃってるんで。そうですよね。名前から聞いてますか。あ、葉山純奈と申します。今の職業は何なんですか。私、会社経営していまして、女の子を専門に扱うプロダクションの、社長でもあるんですけど、自身もそこに所属していて、タレント活動とかモデルとかそういうのもシンガーとかしつつ、ブランドプロデュースとかっていうアパレルとかもやってるとか、はい、へえ、経営者になるのかな。それでかつ YouTube も19で始まりいるんですか。そうですね、はい、ありがたいことに。他の SNS もなんか強いんですか。 やってますね。 TikTok、Instagram、 それこそ SNS は全てほぼ網羅してるんです。へえ、何が一番多いですか。今 TikTok じゃないですか。TikTok 何万人ですか。今37万人。すごいっす。年齢とか聞いていいんですか。はい、もちろん私30、今月で2になります。あ、そうなんですね、はい、インフルエンサーなんですね、簡単に言うと。あ、そうですね、はい、そうです。案件いっぱい来るんですか。そういうこれ宣伝してもらえますかみたいな。あ、そういうの来るんですけど、私あんまり引き受けなくて。あ、そうか、自分でプロデュースしてるものがあるから。それも一例あるんですけど、はいはい、もともと自分がいいと思ってないものをいいと紹介したりしてお金もらったやつのあんまり好きじゃないので。はあ、うん、あ、だからフォロワーがいるんでしょうね、信用されてるっていうか。そうですね、ありがたいですね、はい。どこ出身ですか。出身は東京の立川なんですけど、中学生からずっと京都に住んでて、はあ、また東京戻ってきてますけど。立川で小学6年まで過ごしたんですか。そうです。どんな家庭ですか。東大高生とか。中卒です。中卒。はい、中学校はあまりろくに行ってなくて。ヤンキーですか。そうですね、看護師上がりですね。へえ、なんですか。それはもう親もちょっとそういう不良系なんですか。いや、うちの親は全然違うんですけど。またどんな仕事してるんですか。普通のサラリーマン。解散して、え、離婚するんですけど、うちの父親は土建屋の社長で、母は全然関係ない。あ、お母さん関係ないんですか。はい、全然関係ない。あ、主婦というか。そうです、だったんですけど、シングルマザーで中学生から今日で育ててくれたんで、その時はなんか勤めてましたね。あ、じゃあ中学校に上がるタイミングぐらいでこの解散したんですか。あ、そうです、そうです、はい。解散斬新ですね。そうです。ちなみにご兄弟は。弟が一人。グレ出したらいつからなんか、そういう乾物ついてる。グレたのっていうか、私結構絶大ないじめに遭いました、壮大なやつ。どっちで、京都で。へえ、中学2年生ぐらいの時かなに、いじめられたんですけど、いじめは私あんまり、なんでしょう、気にしないタイプだったんで、はあはあ、学校行ってたんですけど、私を守ってくれる女の子が一人現れて、はあはあ、その子守れなかったんですよ。学年全体からもうはぶられてたんで。で、今度私と喋ってることでその女の子がいじめられたりしちゃって、あ、これはいけないなってなってきて、守りたかったっていうのもあって、ヤンキーになったふりをしたんですよね、なんですか、その、自分が怖かったら、そいつ怒らしちゃいけないってなってるから、
その友達を守れると思ったと思うんですか。それも一理あるんですけど、私弟がもう一学年下に入学していたんですけど、はい、いじめられてる姉ちゃんの弟って言われるのその当時はすごい嫌で、はい、だからなんかそれやったらいじめられて学校に来なくなったんじゃなくて、はい、あのヤンキーになって学校に来なくなったの方がガキなりの考えですけど、弟の格好つくのかなと思ってヤンキーになったふりを真剣にして、そこから学校行かなくなったんですけど。ちょっとヤンキーとフリって具体的に何するんですか。髪の毛金髪にして、はあはあ、スカートにして、もう教室行って大暴れして、いじめられてる間は、ね、何も反論せず、もうただただ耐えてたんですけど、てめえらいい加減しろやっていうのを一回お祭り騒ぎして、行かなくなりました。そういうのってその、今までそういうことしてこなかった人がスイッチ切り替えてできるもんなんですか。できちゃいましたね。まあ演じただけだったね、その時は。ただでもその後結局本物の不幸少女になってきたんですよ。あ、やっぱそうですか。見た目がそうなっていくから、あの、いや、そういうわけじゃないですけどね。なんだろう、本物の不幸少女になっていくと、その成り行きはどんな感じなんですか。要は家に帰った時に母親がまずびっくりしますよね。スカート着ちゃってる、髪の毛金髪になってる、すごい怒られたんですけど、私いじめられてること言えなかったんですよ。で、学校に行けって言われるんだけど、学校にはもう行けない、これ自分でしちゃってるんで、はいはい、なんかその狭間で結局家出しちゃうんですよ。で、家出するって、まあ、14歳とか13歳の、ね、女一人で仕事できるわけでもないじゃないですか。はいはい、だからヤンキーとかとつるむしかなくなってきて生活するために、はい、そしたら、もう悪い悪友みたいなのですぐつながるじゃないですか。はいはい、それでどん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 いろんな、ね、悪い人たちとつながって、その日暮らしみたいなのしてるうちにだんだん本物のヤンキーっぽくなってきて、悪い友達っていうのは32歳だから世代的には別に暴走族とかないんですか。いや、暴走族もありましたね。旧社会とかもありました。あ、じゃあバイクとか乗ってたんですか。乗ってましたね、はい、ただ私はあんま運転してなかったですけど。付き合う彼氏とかもそういうヤンキーが多かったですか。あ、そうです、そうです、はい。悪いことってのは、ちなみに他にどんなことしたんですか。万引きとか。あ、万引きはもちろんしましたね。食べていけなかったんでお金ないし、あとこれ言ってんか、まあ、もう事故やと思うんですけど、はい、まあ、なんかいろんなバイク盗んでたりとか、あ、生きていくためにですね、ガソリン抜いておったりとか。で、当時はまだあの未成年とかでもカラオケボックスとか入れたんですよ。なんかあ、そういうところで寝泊まりしたりして、うん、判別所行くきっかけってのはどんなんですか。結局最終的にはまあ警察にお世話になるとかは結構何回か捕まってたんですけど、あの私の誕生日に、はい、その彼がね有名だったっていうのもあって、誕生日をパーティー形式で暴走を開いてくれて、はい、それにバイクが100台近く集まったんです、はい、でその中の何人かが捕まって、はい、でなんで今日こんな台数が集まったんだっていう取り調べで、今日は葉山純奈の誕生日だったからって主犯格になっちゃったんですよ。で、へそれでもう持ってかれちゃったみたいな。あ、そんな理由で。だってそれで彼氏、あ、それだけじゃないですよ。とか家出してたとか学校行ってないとか、いろんなものが積み重なって、あと無免許運転とかで見かけます。ああ、そっかそっかそっか。きっかけぐらいがそれってことであって、はい、他の歩道歴とかいろんなこと加味されて鑑別所になったんですか。そうです、はい、鑑別所って少年院とは違いますよね。違います。その鑑別所の後審判というものがあって、でそこで本当はその少年院に行くか出るかっていうのが決まるんですけど、ほうほう、私は鑑別所止まりで普通に保護観察処分がついて出ました。2ヶ月ぐらい。2ヶ月いるんですか。2ヶ月いましたね。2ヶ月何するんですか、鑑別所で。取り調べ。あ、ずっと。いや、ずっとじゃないんですけど、あとなんか知能テストみたいなのもされましたね。IQ テストみたいな感じなんですけど、なんか上と同じマークだけ印をつけててくださいみたいなことをやらされて、何だったんですか。何かわかんないですけど、そうか、正常かどうか見られるみたいな。あ、そうです、そうです。テストを見てて、その住まいっていうか、どこに寝泊まりしてるんですか。独房ですか。鑑別所行く前はもうまさに独房みたいな留置場が本当檻みたいな、はあはあ、みたいなところに2、3人したんですけど、はい、鑑別所は私が入ったところは畳でした。団体部屋にいたんで、へー、4人部屋。どんなメンバーなんですか、それは。4人は全員女性ですか。あ、うちはもちろん女の子 で薬物で捕まった子もいたし、同じような、なんか万引きだけで
300万円分くらいのものをいろいろ電化製品盗んで捕まったことがすごいですよね。テレビ盗んでるとかですかね。ああ、じゃあつわものがいっぱいいたんですね。いましたね。田山さんはそのそういうやんちゃな人たちと絡んで薬物とか手進めなかったですか？薬物は一回もやったことないですね。シンナーぐらいですか？シンナーもやってないですね。てか私あの友達が薬物で死んじゃってて、なんかすごい嫌いなんですよ。あ、そうですか。なんかやってないですし、心は別にヤンキーになりたかったわけでもないんで。あ、そうですか。生きていくためにやってた。やっぱどっかでしょうがなくヤンキーやってる感覚があるんですか？当時は、しょうがなさもありき、その生き方もガキだったから気に入ってたって言ったらあれですけど、もちろんいじめてた子たちとかも全員ね、結局名前が売れると謝ってきたりとかあったから、まあ、ガキなりにはもうこれで正解だったんだなと思ってます。なるほどね。ちなみに友達がその薬物で崩れてきたらどんな風に気づいてくるんですか？様子がおかしいなって感じなんですか？それとも目の前もやってるんですか？そう、やめろやめろって言ってたんですけど、最終海に遊びに行ってる時にもう溺死しちゃったんですけど、なんか私はその時は居合わせてないんですが、人が人じゃなくなっていく感覚ですよね。あ、ガリガリになったりする人がいたりとか。なるほどね。鑑別所はその2ヶ月で出た何か理由は何かあるんですか？私は審判の日が2ヶ月後だったんで、はいはい、それで出れた。出れる人出れない人で分かれるじゃないですか。なんで出れた子になったんですか？私結局無罪で終わったんですよ、はいはい、無罪というか少年法によってその少年の時の犯罪って別に前科としては残らないんで、はいはい、私は無罪というか無処分か無処分のことなんかその名前で、はい、保護観察処分がついただけで、そんなに悪いやつじゃなかったって判断されただけ。出たのは何歳ですか？出たのは15歳。まだ中3ですか？中3です。それでさっき中卒っておっしゃったんですけど、高校に行こうとはならなかったですか？で一応受験受けたんですけど、そっちには行かずネイルの専門学校に行ったんです。あ、専門学校に行ってるんですね、はい、ちゃんとね。いや行ったんですけど、はい、半年後くらいに学校消えたんですよ。で多分詐欺学校だったっぽくって。あ、そんなことあるんですか？いや、ほんまにサラリーマンみたいな、リストラされたサラリーマンみたいな感じだったんで、親にも言えないし、貧乏だったんで。だってしかも私立だから、まあまあ普通の高校行ってくる高いんじゃないですか？そんなこともないですか？当時まだネイルサロン独立したものってないくらいの。で、ネイルの専門学校の先駆けみたいな感じで、多分今ほどしっかりした学校があんまりなかったんですよ、元々。その詐欺とのことになって、で結構最先端だったんで行ったんですけど、何があったのか分かんないですけど、全くもってワンフロアは何もなくなってました。へえ、突然突然。へえ、それ入学金とかいくらぐらい払ってるんですか、お母さん？それは40万円くらい払ってもらいます。へえ。その後はネイルの専門学校で、まあ、半年くらい通ってたんである程度知識があったので、それを使って自宅で勝手にネイルサロンを。あ、もう16歳とかってことですか？そうです。すごいっすね。いやでももう本当今これ時効だから言いますけど、本当は資格とかね、あのテストの試験に向かってないとやっちゃいけないんですけど、なんかその時私ギャルサーとかもちょっとやってたんで、はあはあ、そういうホームページとかに人集めてお客さんを自転車の後ろに乗せて駅から自宅まで運んで。へすごいシステムですね。やばいですよね。今送迎付きだよみたいな。そうそうそう。今考えたらありえないです。すごいですね。その時はそういうなんかギャルサーやってるとか、ちょっとそういうなんかリーダーっぽい感じなんですか、地元の。なんでしょうね。なんか私父親が長男で長女なんで、はい、もう妹弟しかいないんですけど、親戚とかも、はい、一番上だったからか、確かに子供の時からまとめる方が多い。誰かについていくタイプではないので。家出とかしてたじゃないですか、はい、で鑑別所あるじゃないですか、はい、お母さんとの関係はどうなんですか？実は逮捕されるちょっと前に、はい、もう和解できてたんですよ。でもいじめられたことも全部打ち明けて家に帰ってたんですけど、はいはい、逮捕されるのって半年くらいラグがあるんですよ。だから。あ、そうなんですか？そうなんですよ。だからじゃあその半年前の件でパクられた。あ、そのバスでの謎の集会っていうか、はい、の半年後に捕まってるんですか？そうなんです。へえ。だからその頃にはもう家に帰ってたし、家出少女でもなくなってたんで、
母親がなんか交渉してくれてましたけど、絶対無理なんですけど、逮捕じゃない。でもそれくらいうちの母親は寛大な人。なるほどね。あ、でも交渉しててくれたおかげもあるんですか、2ヶ月で出れたのか。あ、それ全然関係ないです。あ、それ関係ない。その時じゃお母さんと一緒に住んでる自宅に、はい、そのでネイルサロンやってるってことですか。あ、そうです。へえ。実家でやってた。実家でね、そのシステムで儲かるんですか、ある程度。いやー、それがもう全然費用対効果なくて。あ、そうですか。もちろん格安でやらないといけなかったっていうのもあったり、私プロじゃないからっていうのでね、金額設定を低めにしてたんで、はあ、時間はかかるわ、もう金にはならへんまで、結局半年くらいでやめたんだ。ああ、それを、はい、どうしたんですか。やめてバイトし始めました。何のバイトしたんですか。カラオケ店員とか、はい、新聞の折り込みとかファミレスの店員とかしたんですけど、まあ、何でしょうね、セクハラしてみた店長とっちみちゃったりとかですね。本当にことごとく続かなくて、はあはあ、18になって水商売始めたんですよ。へえ、何系ですか。最初キャバクラだったんですけど、割と早い段階でクラブに行って祇園でやってたんですけど、はあ、でもそれがもうめっちゃ楽しくて、へ、そこからずっとホステスやってました。どう向いてたんですか。なんでしょうね、頑張ったら頑張った分で現金になるっていうのがすごい楽しかったのと、はあ、なんでしょう、雇われてるんですけど個人事業主として自分で自分をプロモーションしてこう売っていく世界じゃないですか。はあ、はあ、なんかそういうものがすごく楽しくて、まあ、ある程度自由とかどういう風に見せていくかとか、はあ、でなんかその成績が、ね、明確に出てるっていうのがすごい楽しくて。へえ、祇園のお店でどんぐらいの成績だったんですか。何人で18で初めて、すぐではないですけど1年以内ナンバーワンにもなって、へえ、でなんか今度その、ね、ナンバーワンになった、じゃあ次どうしようっていうところで運営に携わりたかったんですよ。え、ちなみにごめんなさい、ナンバーワンっていうのはその大体月間どれぐらい稼ぐとナンバーワンになれるものなんですか。ポイント制とかもあったんで、あ、なんかその時は私あのニュークラブって呼ばれるシステムがキャバクラなんだけど一応クラブというか名前なんですけど、当時は売り上げどれくらいあったんだろう。そのお店ではもう4桁売り上げがあって、給料としては私は500万とか。わあ、すごいですね、夢のある世界ですね。それでどうなんですか、金銭感覚おかしくならなかったですか。いや、めっちゃおかしくなって金の亡者みたいな感じ。その時はもう全部現金にしか見えなくて、それこそもうお客さんからもらったものとかを売りに質屋に行かずに質屋のお客さんを捕まえてお店に来させてて、でその自分の好きじゃないブランドをその場で売って、でこれだけ売ってあげたんだからシャンパンに戻してねみたいな。すげえ。そうやったりする、なんかそういう稼ぎ方がすごい楽しくて。効率いいっすね。いや、そうなんですよ。そんなことしてたら友達もいなくなったし、気づいたらめちゃくちゃ心が貧乏で、はぁ、なんかそれが嫌になってきてからはちゃんと一流ホステスと呼ばれるようなお客さんを楽しませられるホステスを目指そうってなるんですけど。それ何歳ぐらいで気づいたんですか。19。あ、偉いっすね。でも1年間でそれにちゃんとたどり着けたんですね。当時の彼氏がめっちゃ怒ってくれたんで、へ、ずっと彼氏いたんですよ、そのホステスしてる間。はぁはぁ。でその人が怒ってくれたのに目覚ましたって。なんて言ってくれたんですか。なんかそのまんまやってたら本当あの、まあ、離れるよっていう言い方も、自分も離れるし周りも離れるよっていうのを言われて、確かにそうだなって。その彼氏はどこで出会ったんですか。お店ですか。あ、いえ、その彼は16の頃からずっと付き合ってた感じで。彼氏そんなそのジュンノさんみたいなめちゃくちゃ稼いだわけじゃないですよね。大学生でしたね。あ、じゃあもう、いわゆる普通の年相応の感覚を持った人ってことなんですか。あ、そうです。私が養ってたってあれですよ。まあ、でも確かにだって月間500万稼いでるのとただの大学生だともう感覚が違いますもんね。そうです。そういうふうな心持ちの変わりようがあって、はい、ホステス自体どんぐらい続けるんですか。結局今のこの、会社を始めるきっかけになるのが23、4歳なんですけど、はいはい、そこまではずっとホステスでした。さっき言ってた運営に携わりたいみたいなこと言ってたじゃないですか。それは携わるんですか。19でチーママンになって女の子の管理とか売上管理とかもやりながら働いてたんですけど、チーママになったらなったで、はい、もっと祇園町だけじゃなくて日本中のいろんなキャバクラ見たいのってなって、
なんか当時大阪にあったズーっていうキャバクラが日本でナンバーワンのキャバクラだって言われてたんで、はい、そこに働きに行ってみたり、逆にこっちの東京で働いたりっていうのは、あの韓国クラブとかでも働きに行ってみて、へいろんな刺激を受け、まあ、最初また祇園に戻ったんですけど、思い立ったらすぐに行動しちゃったりとか。結構あれですか、ワーカホリックとか言われるタイプですか。まあそうですね、仕事は好き。へー、精力的にこう夜のホステスのお仕事してるじゃないですか。はい。で、辞めるきっかけは何なんですか。あ、実は私22くらいの時に働いてたお店のボーイと付き合って翻訳したんですよ。はははは。で、それがきっかけで水商売を一回辞めるんですけど、はい、結局翻訳派遣になって。なんで。なんで、まあ、価値観のズレというか思ってた人と、なんか二重人格なんてくらい違って、いいと思ってたところが、はい、実はすごい猫かぶってたっていう、見抜けなかったんですけど。なるほどね。それどうやって気づくんですか。一緒に暮らして。あ、もう、うん、付き合ってすぐ一緒に暮らしてて、で相手が一回浮気っぽいっていうか、携帯が一台増えてたことがあって、はい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 、で見たら結構グレー、果てしないブラックに近いグレーゾーンなメールのやり取りをしてて、はいはい、問い詰めたんですよ、はい、でこれもやってるよねって言ったら、いや、ここで違うっていう説明を受けて、はいはい、私はその説明を信じたんで、分かった、はいはい、じゃあもうこの話はやめようってなったんですけど、逆にその何数ヶ月後に私が疑われたんですよ。で私浮気してないんですけど、はい、だから普通にこう浮気してないよって、これはこうこうこうだよって説明をしたら、全く信じなかった。でなんならその相手に連絡しろが始まって、この人って自分のなんだろう、これは許してほしい、でもお前はダメっていうのをやる人なんだと思って、お、あ、これ結婚したらまずいなっていうふうに、あ、なるほど、と思って婚約入りました。あ、じゃあ普通に自分で辞めようと思って辞めたってことなんですね。あ、そうですね。でもそれがいいきっかけというか、はっきりして落ち込んでる時に、私キャンギャルモデルやってたんですよ。キャンギャルモデル、あのよくあのパチンコ屋であるこうイベントがあるとか、はあはあ、あの撮影会するような、はあはあ、男性向けのモデルみたいなのをやってたんですけど、なんかそこのお姉さんが東京ガールズコレクションのスタッフやらないって言って、こう家から連れ出してくれたんですよ、はあはあ、でその時京都住んでたんですけど、東京来て3日間くらいその TGC のスタッフで手伝ってやったんですけど、はあ、その時にとあるおっさんに声かけられて、はあ、モデルやらないかみたいなスカウト受けたんですよ、はい、で、まあ、婚約破棄したばっかりだし、その時のね、若い私は元から見返したいとかいろいろあるから、はい、あ、やりたいですってなって、はい、何も知らぬ間の3ヶ月後にはもう私、そのラーメンデビューとか、はい、大きいラーメンのショーに出て、へえ、すごいっすね。すごいですよね。こんなことあるんだなと思ってて。大きいってどんな会場なんですか。有明コロシアム。めっちゃすごいじゃないですか。めっちゃでかいとこで。でも本当、他は雑誌のモデルさんで、私もみんな知ってる子たちしか歩いてなくて、なんかすごいとこ行ったなと思ったら、次はこの雑誌のモデルに興味ないかって言われて、はい、に興味あるって言って、まあ、編集長に合わせてもらって、そしたら来月からもうレギュラーで使うから、東京に出てきなさいって言われたんですけど、そのスカウトしてくれたおじさんが、扉出たらめっちゃ豹変して、はい、で、俺といつ住むのみたいな。そっちに行っちゃったんですよ。私はもう若さも相まってですけど、うん、じゃあいらないって言って断って、はあ、結構罵声浴びせて終わったんですよ。ああ、なるほどね。そしたらほんまに干されまして、決まってた仕事が全部なくなって、まあそっか。でもその人はやっぱりちょっと力持ってた人は、そういうモデル業界というか、ある程度というか持ってましたね。ただ 逆に言うと、その人の力もあって、そんな風にバン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 いろんな仕事が決まったってことなんですか。あ、そうです、そうです。その人のマンパワーだったんですけど、はあ、断った途端に全部なくなった。あ、でも芸能界っぽい話っすね、めちゃくちゃ。そうですよね。そこまで芸能界なんか携わったことないんで、ただのホステスだし、これ現実にあるんだっていうところから、まあ、めっちゃムカついたのもあって、女の子を守れる事務所を作りたいっていうのがきっかけで今の仕事を始めるわけです。
すげえしっかりしたストーリーちゃんと挫折、ちゃんと挫折も味わってで本当に女性が味わう嫌な思いして、嫌な思いして、実際に私はやらなかったですけど、まあでもね、モデルの友達とかができたんですよ、そういう衣装とかに出てた、それは300万とか払って、本当これくらい、雑誌にこれくらいだけ載るのに300万毎月持ってってたりとか、マジっすか、うん、働いてはそれをやったりしてる子たちがいるっていう現状も知ってて、これはいかんぞってなって、そのおっさんとりあえず黙らせたいなと思い、すげえ、それって P 入れるんで、はい、どの規模の雑誌か言えます？黒文字雑誌だったんですけど、っていう雑誌があって、はあはあ、その雑誌だったんですけど、その権力を持ってる人っていうのは前総理大臣の、だから芸能界の人じゃないんですよ。おいやでもそういう政治家系の、うん、親戚ってマジでマスコミにはべこってますからね。いやそうですよね、めっちゃいっぱいいるし、癒着してるのもう今は分かるんですよ、当時何も分かんない、めっちゃいるし、めっちゃ会社の経費でめっちゃいろんなパーティーしてるし、いや本当そうなんです、すげえセクハラしますからね、いや本当そういう政治家系の、この政治家系の、親戚の人たちってそれがある意味私にはいいように働いたんで、はあ、それがきっかけでね、こういう、それで23歳ぐらいで事務所作りたいってどういうふうなことを動き出すんですか？いやそれが私、中卒って言ったと思うんですけど、何にも経営に対して知識がないのとプラスアルファ芸能界のこと何も知らないので、はい、とにかく当時は名刺を作って、はい、法人持ってないのに株式会社って書いたんですよ芸能事務所、関西中、まだ京都にいたんで、関西中の芸能事務所に立って扉叩いて、私はこういう風に女の子を守れる事務所を作りたいから、なんか仕事くれないかっていうのを回ったんですけど、もちろん門前払いで誰も話聞いてくれなくてでもその中で一人もう何十件も当たってたいい社長に出会ってで、その社長がなんかこれからは、まあ、この芸能界っていうものもそうだけど、インターネットの SNS っていうものがバカにならない時代になると思うよって当時8年9年前教えてくれて、私仕組みを教えてもらったんですよ、勉強させてもらって、で聞いた瞬間に、あなるほどなっていう、その媒体を自分で抱えてしまったら、そのメディアとか紙媒体っていうものを使わずしても自分も売り込める世の中にシステムがこれ流通するなって私も思ったんですよ。だから思い切ってツイキャスっていうものを始めたんですね。へえ、8年前9年前に、はい、へえ、でツイキャス始めて、もツイキャスでも今もう私はこういうことやりたいから、仲間になってくださいとか、私を有名にしてくださいって、当時まあ事務所やってるって言ったら自分しかいないんです、その事務所で、私はもうこの名前で何の仕事もエントリーできないから、あえてもう一回本名でチャレンジしてくれて、あ、早川純馬本名なんですか？本名なんですよ。あ、本名なんですか？お漢字もこのまま、ゴリゴリに芸名だと思ってました。なんかよく言われる、さっきもだから葉山純奈とか言って、いや、あ、ちゃんと過去の話も芸名でできる人なんだとか勝手に思ってたら、いやいやいや本名なんですよ。あ、そうなんですね。で、まあ、ツイキャスとかをやってるうちに、はい、応援してくれてる子の中からこうスカウトしたりとかして、あ、そっか、女子も視聴者いますもんね。そうですそうです、手探り状態なんですけど、まあ、たまたまツイキャスを本当に応援してくれる人が多くなってきたんで、お仕事ももらえるようになってきたんです。はい、でその中で、まあ、関西でいろいろ活動してたんですけど、まあ、もっと規模拡大しようということで状況をまた決めたんですけど、まあそこからっていうのはほんまに手探りだったんですけど、まあ、私ね、こんな見た目なのと中卒なのも相まって、はい、経営に全く知識がないのにものすごい騙されたりとかして最初の頃は。どんな騙しがあるんですか？例えば一番ひどかったっていうのは、私の肖像権みたいなのを預けて仕事を取ってきてもらってた仲介人みたいな人間がいるんですけど、はい、その人が、まあ、勝手に私が CD を出すっていう権利にサインしちゃってて、でももう私もその人と、ね、肖像権委託する契約を結んじゃってるもんですから、はい、もうその契約っていうのは別に違法でもなんでもないし、はい、やらなきゃいけないんだけど、蓋開けたら自分で何十万、それくらいだったら80万くらい払ってからの CD デビューを、しかもコンピアルバムですよ、何十人もいる中のたった一人なんですけど、ここにすごい勝手に曲作られて、もうレコーディングしなきゃいけない状況になってて、でもその仲介人が飛んじゃったから、自分でその何十万を払ってわけわかんない曲出さなきゃいけなくなって
まあでもありがたいことで私はその CD 全部売れたんでよかったんですけど、あのくれるんですか、ね、300枚だけ。あ、そのノルマ分だよって。あ、そうそうそう、アフトフェスそういうのを勝手にやられちゃったりとか。でもそんなのがメジャーレーベルのあれでも行われてるんですか。そうです、芸能界ってくそ汚いんですよ。それを私も知って、あ、これも、まあ、要はそのコンピアルバムのってることしか分からずにやってるわけなんですけど、はい、本当に有名レーベルが出れるんだったらって払ってる方もいると思いますし、うわまずいなっていうのをいろいろ肌身で感じながら今はもう音楽とかも結構やってて、はあはあ、あ、その痛い目もあったおかげで。そうです、そうです、そっちも勉強するようになって。で、上京してからは私、その、もともと自分がこんな有名になったり、先頭を走ってタレントやったりするつもりではなくて、私はプロデューサーになりたいんですよ。そう、事務所作られたもんね。そうです、そうです。ただ、頑張ってたら自分が伸びちゃったっていうだけの結果なんですけど、次のその、なんだろうな、ワンステップみたいなんだけど、自分の子たちを有名にしなきゃいけない、だから裏方の勉強もしなきゃいけない。私昼間その企画イベント運営会社に OL で勤めて、まだこの会社事務所としては仕事なんてお金になるようなものもなかったんで、夜はホステスとして夜中はガールズバーで働いて、昼間はそのイベント運営でファッションショーの企画とかそういうのをやってまして、裏方もやりながら表もやって、で配信をやって、生活がしばらく続いて体壊さないですか。そんな若かったんで全然大丈夫でしたね。そう、睡眠時間あるんですか。ありますよ。でも私もともとショートスリーパーなんで 2,3 時間寝れれば大丈夫なんで。いますよね、時々そういう人ね鋼のなんか体力みたいな人。もともと本当不眠症こじらしてるんで、 2,3 時間寝れりゃ。逆にやることがある方が嬉しいですか、寝れないから。暇なのが嫌なんで。すごいですね、それだって昼食してオステスガールズバーでさらにツイキャスはするんですもんね、夜中。ツイキャスはなんか私的にはなんでしょうね、やっぱ応援してくれてる人ありきの商売じゃないですか、はいはい、人気商売なんで、すごいこうファンとかゆっくりで思ってなくて、はいはい、あの人たち仲間だと思ってるんですよ、応援してくれてる人。へー、絶対ファンって呼ばないんですよ。なるほどね。なんかその人たちと戯れてる時間は別に仕事と思ってやってないんで、苦じゃなかったです。ああ、そうか、自分のストレスを吐き出し口だったりとか。あ、そう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 、なんていうか遊んでもらってる感覚。へー、だから私すごいリアルメッセンジャーって活動してるんですよ。でその大人のね、汚い人情とかもいい悪いをちゃんと言うし、あのさっきも言った PR は良くないと思うと引き受けないとか、そういう信念持ってやってるんですけど、だから自分のリアルも結構さらけ出してる。ああ、もうだから人気なんでしょうね。いや、わかんないですよ。そんだけなんか、フォロワーがいる理由がなんか、あの、こう今、話聞くだけでもなんかわかるなと思いました、普通に。こういう時代に支持される人だなって思いますけどね。当時は本当に周りの先輩方からすごい怒られたんですよ。私、うつ病になって自殺未遂したこととかある過去とかも喋ってるんですけど。なんでですか？それは二十歳くらいの時に、あの、この仕事にちょっと似てるんですけど、ホステス以外のことをやりたくなった時期があって、ギャルサーの名残でイベントサークルを、言うたらイベント企画制作会社にしようと思って、最初はそのイベサーから始めて、人数がバッと集まったんですよ、家庭が。だからもうイベント打とうってなったんですけど、その時二十歳の私はその友達を集めてやってたんですよ。その友達に指示出しをするのがなんか命令してる気分になってて、指示出しができなかったんですよ。でもそんなのもう箱も押さえてる、お客さんも集客してる、でも何も中身が詰まってないっていう、迫り来るいろいろなもんでキャパシティオーバーしてしまって、あ、でなんか逃げるには死ぬしかないと思ってて。へえ、あ、そんな追い込み詰めちゃったんだね。もともとそういう性格じゃないんで、今考えると不思議な感覚なんですよ。そうですね、だって今の話聞いただけだと、そんなんで知らなくてもいいじゃんみたいな。いや、本当そうなんですよ。あの、ちょっと、まあ、そんなミスあるでしょというか、あの、若気の至りでしょっていうことでしかないように思っちゃうけど、まあでもね、真面目なんでしょうね。そうですね、根は真面目なんですよ。真面目ですよね。それで死ぬまで追い詰めてて、なかなか真面目ですもんね。いや、そうですよ。結局、それがダメになって、オーバードーズ、薬を多量飲料するのを繰り返してて、親とか友達がいる中でそういうことしてたから、まあ、助かるじゃないですか。その救急車呼ばれて助かったりするから、最後はビジネスホテルを立ち向かって、あの、そこで死のうっていう、まあ、大量の薬飲んで、確実に死ぬようにビニール袋とかみんな頭の中からかぶったんですけど、
まあ、なぜか私そのままフロントまで降りててフラフラ歩いたみたいな、そこでぶっ倒れて、結局救急車で運ばれの、でなんか警察が入っちゃって、あのビジネスホテルに入っちゃったので、警察官の方が結局母親を説得してくれて、このまま強制入院させたらどうですかって言って、精神科に入院したんですけど。精神科行ったことあるんですか？入院しました。2週間、うん、でやったら暴れたらしくて、もう起きたらなんかもうめっちゃ締め付けられてた、ね、結ばれてて、はあ、高速位みたいな、うん、あ、そうそうそう、その上からさらにさすまた持ってどんだけ暴れたんだろうと思いながら、私記憶がないんですけど、へえ、また母親泣いてるし、もう やっちゃったなって。なるほどね。お母さん泣いてる姿見て、はい、やめようと思えたんですか？でももちろんそこでまあ、ちょっと冷静になり、病名告げられた時に受け入れられなくて、なんかまだ今から12年くらい前の話なので、うつ病に対しての理解も世間もないし、あ、私もあんまりよく分かってなかったので、いや私がうつ病なわけないじゃんみたいな感覚だったので、もらった薬も全部ほかしてないんですけど、一切飲まないで、なんかその治さないとなと思ったんですけど、なんかやっちゃいけないらしいんですけど、でも私はそれがいい方向にたまたま働いて、まあ、立ち直れたっていう。へぇー、すごいっすね。でもそれこそその芸能事務所なんて、その新規参入でやってたら24からやってて、今もう8年ぐらいやってるってことですか？そうですね、はい、8年大変じゃなかったですか？めっちゃ大変でしたよ。それこそやっぱね、あの言った通り権力者から最初始まってるわけです。ああ、嫌がらせも相当受けましたし。どんなタイプの嫌がらせ食らうんですか？イベントを私が出るって大々的に出てるポスターのイベント会場にヤクザみたいにいたりとか、イベントに連絡が入ってそれ出す、早場所に出すとか、まあ、だからクライアントにすごい迷惑かけるようなことやられたりとか、実際、うん、脅されて、なんか闇討ちじゃないですけど殴られたりとかしてないんですけど、なんかちょっと怖い目になったりとか。それさらわれるってことか、拉致されるってことか。さらわれるまではいかないですけど、お前ちょっと落ち込んでみたら、やめないかどうか、まあ脅しですよ、ね、へえ。それ事務所とかに連れてからですか、そういう組の人も。あ、私は道端でした。へえ、ちょっと落ち込んでみたら、言われて、私は何も怖くないもん。へえ、あんま気にしない。そうなんですか。へえ、強いっすね。で今さっき言ってた、あの80万のそういう詐欺が一番被害額としては大きいですか？あ、いやいやいや、詐欺は結構あってて、分からずに投資しちゃったりとか、うん、ありますよ、全然。なんか仲介手数料って言われて、知らずに何百万払っちゃったりとか。いや、本当に右も左も何も分からない。というか、むしろ法人っていうものが何かも知らない状態で始めてるので、はあ、もちろん今ちゃんと分かってますけど、はあ、うん、だから、なんだろう、どうやらいことをしてる。会社一回乗っ取られてますし。乗っ取られてるんですか？乗っ取られてるっていうか、その会社を登記するやり方が分からなかったもんで、はあ、とりあえず先輩に会社を作りたいっていうのを相談したら、うちでやってあげるようなことを言われて、まあ、その印紙代含め手数料をこんだけ渡してくれたって言われるがままサインして、言われるがままやっちゃったんですけど、私、はあ、ほぼ漢字読めないんですよね、学校あんまり行ってないから。はあ、だから契約書もでも読めないって言ったら舐められると思っちゃったことだったから、はあ、だから読めてるふりをしてサインとかしてて、はあ、そしたら自分が一株も所有してない発電所だった幽霊会社の代表取締役に座ってて、名前だけ社名がうちの社名になってたりで、なんかもう何の権限もないんだから、それこそ雇われ社長とかに座ってるだけの社長になって、先輩とかが全部株持ってて、うわこれやばいってなって、もうなんでこんなことするんだって最初はもちろん気づいて言いに行くんですけど、もちろん返してくれなくて、それも取り返すの大変だったし、ね、1年くらいかかって大変な思いしたっすね。こういうことあったんですけどっていうのをこう聞いてもらうとか、対処法を相談するとか、そういう人いるんですか？ないですね、自分で対処できます。へそこはだから逆にちょっと、まあ、ヤンキーやってた頃も結構それこそね、レイプして山に捨てられるとかもそうなってなったし、なんかもうあんまり怖いものがないんですよ。レイプして山に捨てられたことあるんですか？ありますね。当時のヤンキーの女同士の仕返しみたいになって、なんかレイプを命じてレイプされるとかあったんですよ。でも私なんかそのセックスが大事ってその時全然分かってなくて、私が実は狙われてたんじゃなくて、
他の子が狙われてた情報をキャッチして、その子がもう泣き叫んでたから、私代わりに行ってあげるよみたいな感じで、美味しいで、お静に回されて山に捨てられて、でもそれ、そんなにトラウマじゃないですか、それ、この子自体は。全然トラウマじゃないです。悔しいだよ、そんなので。あ、そいつらのただ一回のちょっとした仕様を満たすためにやられたことで、こっちの一生を傷つけられるなんて、ムカつくし、私はその子、友達を思いたかったから言ってたから。なんか本当に汚いことしたりするやつ嫌いなんですよ。はあ。意地悪するやつも嫌いだし。はあ、はあ、かっこよく生きてほしいみたいな。はあ。いや確かにめちゃくちゃかっこいいですね。さっきのあの人の子はもともとメジャーレベルの子なんですけど。あ、そうなんですか。彼女とかも入ったきっかけはもともと汚い大人にがんじがらめにされてて、私間入ってこれ引き抜くからって喧嘩しても克服したんです。引き抜くからっつって引き抜くんですね。引き抜きましたね。へえ。この子がもともといた事務所の社長知ってたんですよ。おお。なんかそこに直接連絡して全部聞いたぞみたいな感じで、もうこっちで預かるから手出さないでねって、一応弁護士入れるねって言って、めちゃくちゃ遠回りはしたんですけど、でも私体でじゃないと覚えられないから、どの失敗も結局は必要だったのかなと思いますけど。すげえ。逆に何かこれ喋っときたい方なんてあります？デマ被害とか、例えば NHK さんとか、あ、NHK だけどね、トヨテレとか、結構すごいひどいデマ情報流されたっていうので、あの番組出してもらったりもしてるんですけど、デマ？はい、あの愛犬を事故で亡くしたんですよ。はい。それを私が殺したっていうデマが流れてるので、なんならその愛犬の骨を売ってるみたいなネットで、怖っ。コラージュ画像みたいなのまで作られてるので、それですんごい大炎上したんです。犬殺しってすごい呼ばれて、はあはあ、私そういうところじゃないんですよ、愛犬亡くなってつらいみたいな時に、デマ災害みたいなあったことがあるんですけど、ね、SNS 上のネットリテラシーとかも結構私メッセンジャーってさっき言ったから、はあ、そういうのも結構訴えかけてたんですよ。で、今 TikTok でなんかあんたも好きねっていうのが結構バズってるんですよ。ごめん、あの私さ、ぶってるんじゃなくて本当にいい女なのよ。ごめんなさいね。てかなんだ、昔からこいつってことは私のこと追っかけてくれてるわけ？あんたも好きね。みんな面白いって言って見てくれてるんですけど、私の中では結構メッセージを込めたって、あの誹謗中傷だったりとかっていうのは平気で本当に人のこと指してるのと一緒だぞっていうのを面白くちょっと伝えてるだけなんですけど、この活動をして初めてその誹謗中傷とかっていうのは自分も経験したりとか、周りの子たちがされるのを見て知ったんで、亡くなってほしいなっていう活動を感じてます。あ、そういう意味の TikTok なんですね。そうですね。へぇ、最近、本当それは最近やり出してる、あ、喋る方の TikTok。 へぇ、っていうか私、その嫌がらせというか、なんか権力者のおじさんと結局東京に出てきてから数年後にばったり現場で会うんですよ。ほうほう。会って向こうのおじさん、その本人じゃなくてその右腕たちがいて、はい、おー、純なみたいな感じで声かけてきたんですよ。でその頃に私結構有名になってた時だったんで、向こうから名刺渡して大したもんだなみたいな、仕事振ってやるから連絡してこいよみたいな言われたんですけど、目の前で名刺捨てて帰りました。ふざけんな、やってさやるかみたいな。でもなんか私そこで一個、あっちから頭下げさせたっていうので、私の中でもう あのおっさんは一旦その帰って、ダサいなこいつらって思って、もっと上行こうっていう頑張るみたいな、繋がったんですよ。これからなんかこういうことしていきたいとかあるんですか、こういう風な。あ、もちろん、私は最終目的地はそのさっき言ったプロデューサーだったんですけど、まあ、エンタメって、まあ、今コロナ前まですごい厳しい世界じゃないですか。全員が花咲くわけじゃない世界で、やっぱ時間を費やさなきゃいけないんですよ。やっぱプロになるためにはレッスンだったりとか、こう日々の、ね、トレーニングの積み重ねってのがすごい大事なんで、そこにこういろいろ時間を費やしたうち、コーチされることが結構多いんですけど、私はアフターケアまでやれるような組織になっ
たいなと思って、だからうちで裏方もやらせたりしてるんですけど、手に職をつけながらちゃんとシンガーとかそういうダンサーの道を目指してもらいたいし、ダメだったならダメだった時にもできるような、私もっといろんなことしたいんで、飲食店もやりたいし、それこそ飲み屋もやりたいし、保育園とかもやればいろんなことしたいんですけど、そういうところに応援してくれる人たちと最終的には一緒に働けるような島を作れたり、芸能界潰そうと思ってないんですよ。そういうかも勝手に潰れると思ってるんで、その新しい島を作って、うちはこういう温かい愛あふれるところですよっていうのだけ示せてるから、若い子たちが目指してこれるようになってる。すごいな、でかい夢を。いやでもいい、めっちゃいいですね。皆さん、あの、お待ちです。ありがとうございます。頑張ってください、これからも。はい。ちょっと、かっこいい。いろいろと急に。また何かあったら。あ、ぜひぜひ。よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、でもいいですよ、皆さん。一緒に。ありがとうございました。すげえ、スタイルいいな。